ドリーマーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕ドラえもんです。本日は新仲間のクララを星10にして徹底検証をしました。たった一つのことでクララの強さは天と地ほどの差が出ますので、ご注意くださいというところでお伝えしていこうと思います。とその前にいつもの告知、はい、こちら運営公式のキャンペーンとなっておりまして、課金額の 15% が還元される非常にお得なキャンペーンとなっております。1万円課金すると1500円分のゲーム内で使えるクーポンが返ってくる、そんな仕組みですね。はい、こちらご興味おありの方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。はい、ということでですね、本日はちょっと一日遅れてしまいましたが、クララね、はい、トライモン星順次して、ほんとね、ちょっといろいろ試してみた上で、星10の段階で、まあ性能はね、星10にすると、スキルも全部レベル解放されますので、その状況で検証した結果というところで解説をね、評価をしていきたいなと、ちょっと忖度抜きでね、評価をしていきたいと思いますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。まあやっと来ました、炎属性ということでね。ただその性能たるや本当に独特ですね。一個間違えると全部崩れますので、その点ご注意くださいということで、はい、まずは、スキルパラメーターからの、まあ解説からしていきましょうか。はい、で、炎属性の、特性魔法火力の術師ですね。でステータスなんですけども、この中でね、一個だけ最大のポイントがあるんですよ。それは何かというと、速度3030ですよね。この速度がね、まあまあ遅い。ワースト4かな、下から。それぐらいね、クララ遅いんですよ。白雪ユリ、モルジアナ、シンデレラが、ワースト3かな。で、その次だが、確かクララが、はい、遅かったと思いますが、まあね、遅いんです、本当に。なので、これがね、まず一つ最大のポイントになってきます。本日の。後で詳しく解説をしてね、育成の注意点とかもお伝えしていきますが、まずこれが一つポイント。とにかく遅い。はい、遅いんです。このクララはね、術師ね、支援ではないんですけども、まあ、支援的な能力がかなり強いキャラクターになってますので、まあ、自身の火力を上げるのもそうですが、いかにね、その支援的な要素を極めていくか、まあ、発揮していくかというところで、この速度はね、非常に厄介。はい。で、まずスキル1ですね。はい。クララが敵の中後列を攻撃し、攻撃力 200% のダメージを与え、100% の確率で、くるみ割り人形、宝珠ですかね、を1つ召喚しますと、2ターン継続しますと。いうことになりますので、まあ、まず、これクールダウン2ターンですのですが、毎2ターンですかね、1ターン目と3ターン目と5ターン目の奇数のターンでくるみを1体召喚しますと、くるみ割り人形ね、1体召喚しますというのがまずポイントです。で、ここのアクティブスキル1で出てくるくるみ割り人形というのは、ランダムな敵1体の魔法耐性を 20% 吸収して、クララに付与しますので、まあ、つまりクララが、魔法ダメージへの、いわゆるその防御といいますか、まあ、防御ですね、はい、が、アップしますよと、かなりアップしますよという性能になってます。はい、まあ、攻撃力 200% が中高列でもなかなか強力ではありますけどね、まあ、ずば抜けてというわけではありませんが、はい、まあ、この時点ではね、まだ、とにかく、奇数ターン、うん、奇数ターンで人形が出ますよというところ、これも後ほど説明します。で、次パッシブスキル、はい、まあ、攻撃 HP クリ率はいいでしょう。で、ポイントはここ、もうクララといえばこれですよ。くるみ割り人形1体につき、味方の術師の魔法ダメージプラス 10%、最大3つまで累積可能となってます。これがやばいですね。はい。これがやばいです。この、味方の術師、はい、対象人数ないんですよ。なので、クララ以外4体が仮にですよ。仮にね、4体が術師であれば、4体全員が、くるみ割り人形1体存在するにつき、プラス 10% 魔法ダメージが
上がるということになります。で、これが最大3つまで累積可能というのも、これもまた先ほどの速度の話と同様に、非常に重要なポイントになってきます。最大3つまでというのが非常に重要なポイントになってきます。はい、まあ、ともあれね、対象仲間の数問わずプラス 10% 3つまでですから、これは3つついたらもうめちゃくちゃ強力ですよ。もうマリンとかね、白の女王とかね、ウェンディとか、もう術師はね、あの火力がとんでもないキャラクターが非常に多いので、このクララ一体が性能発揮すると半端じゃなくなります。これがクララの、まさにクララたるゆえんです。はい、で必殺ですね。必殺はね、まあちょっと読みますね。はい、まず位置によります。クララが全中列にいる場合は、この銀槍、銀装なのかな、レベル3を召喚し2ターン継続、まあくるみ割り人形ですね。で後列にいる場合は、鉄扇、鉄線なのかな、鉄線なのかな、レベル3を召喚し2ターン継続と、これもくるみ割り人形ですね。なのでいずれにしよう、この必殺でまたくるみ割り人形を、1体、はい、召喚しますよということになります。ので、先ほどのアクティブスキル1とこの必殺が発生すると、2体ですね。はい、1体と1体で2体で、くるみ割り人形は2ターン継続して存在しますので、まあ基本はね、この2ターン目、必殺を放てばくるみ割り人形が盤上に、フィールドに2体存在しますので、先ほどのダメージアップは、魔法ダメージはプラス、10% が2個つくということになってきますね。で一応まあこの位置によって召喚するくるみ割り人形の種類が違います。これまあどっちもね、そこそこ、強力ではあるんですけども、トラえもん的にはね、この下かな、鉄扇レベル3制御を 25% 低下させるっていうのは、これはね、もうトラえもん的にはダークテールズは制御を制する者がバトルを制すと言っても過言ではないぐらい、制御デバフというのは非常に強力だと思ってますので、この制御を敵全体ですよね、 25% 低下させるっていうのは、これはもうやられたらめちゃくちゃ嫌ですね。なのでまあクララのね、まあ一応術師ではありまして、支援ではありませんが、トラえもん的にはね、まあするんだったら後列に置くかなっていう感じですね。まあただムーランとかいるとね、真っ先に倒されちゃいますので、まあまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいかもしれません。はい、好みですかね。トラえもんは制御を下げるというところを優先したいなと思いますので、まあ使っていくのであれば後列に置くんじゃないかなというふうには思います。ほんとね、制御 25% 低下はでかいですよ。これはクララしか持ってない能力ですからね。はい、これもクララたるゆえんとまでは言いませんが、まあクララの特徴の大きな一つかなというところかと思います。まあとにかくね、ここまで来たのは、アクティブスキル1と必殺で、計2体のくるみ割り人形が召喚されますというところになりますかね。はい、であとは最後がパッシブスキルですね。はい、でこれはね、トラえもん的にはそこまで重要ではないか、強力ではないかなと思います。このアクティブスキル1で召喚された、くるみ割り人形宝珠に引き寄せられた敵に対して、まあ引き寄せるっていうのは魔法耐性を吸収するやつですよね。はい、クリティカル率がプラス 30% になりますというところと、 50% の確率で燃焼と烈焔の炎を、付与するということですが、まあこの宝珠に引き寄せた敵っていうのがまずランダムなので、なかなかね、まあ扱いにくいというか運によりますよね。というのと、まあ燃焼と烈焔の炎をまあ付与するにしても 50% ですし、宝珠はねアクティブスキルでしか出てこないくるみ割り人形ですので、つまり何が言いたいかというと、炎属性パーティーに必須なキャラクターではないです、クララは。はい、なので以前トラえもんがご紹介した燃焼ロマンパーティーには入ってこないですね。はい、燃焼ロマンパーティーは魔法ダメージじゃないですからね、そもそも。なのでまあ炎属性に入れる場合は、
まあなかなかね、まあ術師としてはカーフルとか、あとはリエナ夫人いますけども、まあ、術師編成で組むのは炎属性は結構難しいかなと思いますので、まあ炎属性だけど、炎属性のためのキャラクターじゃないっていう感じですかね。もう術師編成特化です。はい。という形になるかと思います。で、はい。ここからですね、解説をどんどん詳しくしていこうと思いますが、トライモン今この状況です。星10ですね。で、戦力が400万というところで、スキルはね、全部解放して、スキルレベルも全部3になっているので、まあ、これでようやくね、クララの、本来の能力が発揮される状況になっているかと思います。はい。で、特に今の時点では、ルーンもつけてません。スキルもつけてませんので、全くの星10の素体の状態ですね。この状態で、まずはどういう能力を発揮するかというところを見ていきましょう。はい。で、まず、はい、パーティーはこんな感じですね。鏡の戦闘でやります。はい。で、このパーティーは、術師、マリンと、ガレーレイと、あとは、左側はカーフル、右側を、クララにしてます。で、あとはソフィーはまあ回復役としてね、置いていて、まあサンバはね、主演何でもいいんですけど、まあ全体のバランスを見てます。この編成自体はですね、あの白の女王を入れてみたんですけど、白の女王がですね、ちょっとトラモン強すぎて、白の女王で、もうほぼ全滅しちゃうみたいな、そんな感じでですね、うまくクララの強さも全体の影響が見えませんでしたので、この編成ということにします。これがバランスのいい感じでですね、やっている感じですね。ということで早速見ていきましょうか。はい。では行きましょう。クララ、今回は後列に置いてますが、まあ前列も、前中列どっちでもいいでしょう。で、このような形で、はい、クララまずここ、ここなんですよ。一番最後なの。速度が遅いから。で、ここで人形が1体出ますね。人形1体出ると、はい、マリン見てみましょうか。この一番上、くるみ魔法ダメ ×1、1ターン後に解除、魔法ダメプラス 10%。これがですね、術師、あとはガレーレイとかにも、付与されてる、バフになりますね。で、今、必殺をクララが打ちましたので、はい、これが2つにバフがついてるんですが、最後に打ってもう3ターン目になってると消えてるんですよ。クルミマ人形は1体。なので、見てください。またね、1個に戻っちゃうんですよね、クルミマ人形が。つまり、何が言いたいかというと、速度が遅いので、一番最後の攻撃とかになっちゃうんですよ。そうすると、せっかくクルミ割人形が2ターン目で2体召喚できるんですけれども、速度が遅いので、このね、2ターン継続っていう、そのクルミ割人形で言うと、つまり、2ターン目を召喚した後に1体目が消えちゃうんですよ。はい。これがね、ほんと最大の難点。また2体出てますが、はい、消えましたね。また1体になりました。ので、普通にクララを使っちゃうと、魔法ダメージのアップのバフ 10% が1個しか常につかない状況になってしまうんですよ。これがね、クララを普通に使うと全然力発揮できませんよっていう話になってきます。はい。常にクルミ割人形が1体しかいない状況になっちゃいます。はい。これがほんとね、もう速度がどん詰まって遅いのがもう最大の難点ですね。なので、ほんとね、クララ強いですよ。術師編成をトライモン組んでみたいと思います。めちゃくちゃ強くなると思いますが、普通に使うと全然ダメです。はい。これ本当にご注意ください。でね、はい、見ていきましょうか。これがパラメーター、ダメージですけども、下が勝利ですね。一応クララのパーティーが勝ってますが、ダメージ見てみましょう。マリン、下と上のマリン。はい。総ダメほとんど変わんないですよね。あとはガレーレイも、下と上、ほとんど変わんないんですよ。これはなんでかって、やっぱり、先ほど常に 10%、クリマリ人形は1体しか実質、存在をしないからですね。それはなぜかというと、クララの速度が遅すぎるからということになります。これがね、本当に難点ですね。で、この状態だと、今トライモン、今勝利した戦闘見せてますが、五分五分です。勝ったり負けたりっていう感じです。正直。はい。なので、このまま、要はね、スキルを工夫せずにクララを普通に使うとというか、使わざるを得ない人は、クララは使わない方がいいです。この後トライモンがご紹介するスキルをつけられない限りは、クララは使わない方がいいです。なぜか、進化を発揮できません。はい。
あの術師編成にしたとしてもクララがいる意味があんまりありません。ということで、ではどうするべきかというのがこちらになります。はい、スキルですね。もうこの2つがもうマスト中のマスト中のマストです。はい、上級神速と上級魔法連撃ですね。この2つがマスト。まず上級神速はとにかく一番最初、まあ、2番目でもいいです。とにかく早くクララを自分の仲間の中でも早く攻撃させてクリミアリ人形を召喚させることです。これが大事なんですよ。これがないと2ターン目になった時に、クリミアリ人形が2体存在する時間というのがなくなっちゃうんです。はい、なのでこれを入れることによってクリミアリ人形が基本的には、2ターン目は2体常に、召喚されていて、魔法ダメージプラス 10% のバフが2個常に、術師につくということになります。で、もう一つこの下、上級魔法連撃、これもね、これはもうこれもつきましょう。はい、あのこの後のバトルで見せますが、あのお伝えしましたよね、最大3層まで、くるみ割り人形にある魔法ダメージのバフつけられますよと。これを叶えるにはこの上級魔法連撃が必須になってくるんです。はい、このステージ上、フィールド上にくるみ割り人形を3体召喚させるためにはこの上級魔法連撃が必須になります。はい、普通にやっちゃうとマックス2体までになってしまいます。はい、ですのでとにかくクララはこの上級神速と上級魔法連撃を備えることで最大3体まで、はい、その3体分のくるみ割り人形のバフの効果を得ることができるようになります。はい、まず第一はやっぱり上級神速がないともう話になりませんね。はい、先ほどの通り2体召喚しても実質1体分の効果しか常に得られないということになってしまいますから、なぜかクララは遅すぎるからと、鈍速すぎるからということになります。で、これつけた上でバトル見ていきましょう。先ほどと同じ編成でいきます。はい、早速ご覧ください。まず、はい、早速クララが攻撃しました。これが上級神速ですね。で、この段階でもうずっと、はい、この右側のパーティーの術師は最初からくるみ割り人形1体のプラス 10% 効果を得ることになります。で、はい、次2体目出ましたね。で、この2体目で見てください。ちゃんと2体ずっと召喚されてるじゃないですか、くるみ割り人形が。なので魔法ダメかける2、はい、これですね。はい、これがちゃんと発揮されてます。で、見てください。次いきますよ。1回目でもう1回連撃。はい、今くるみ割り人形が3体になりました。ということで今度は3、ようやくこれで魔法ダメプラス10が3つついている状況になるということなんです。これでマリンの強さ見ていきましょうか。まず敵のマリンの攻撃、はい、で次味方側、はい、もう1回敵のマリンの攻撃は、ダメージが251万ですね。で、味方のマリンは、はい、500万ダメージということで、全然ダメージの強さが違います。ちなみにね、先ほどの敵側のマリンの攻撃のダメージが25万という表記ありましたが、これちゃんと計算したら250万でした。はい、これはね、表記ミスです。はい、バグです、おそらく。はい、ということで見ていきましょうか。はい、で、もう、はい、また連撃でくるみ割り人形が2体出てくるわけですよ。これでまたね、くるみ割り人形のバフが2個、はい、ついてる状況ですから、ほんとね、まず神速でくるみ割り人形のこのバフをちゃんと継続して、味方に つけることで、連撃でこの通り最大3体までですね、くるみ割り人形を召喚するというのがこのクララでを使うにあたってはもう最低限マストかなと。もう最低限マストかぶるな、マストです。はい、もうこれが必須ですね。これやって術師パーティートラえもんめちゃくちゃ組んでみたいです。めちゃくちゃ組んでみたい。はい、クララと、まあ、ウェンディ、白の女王、マリンかな。で、シュエどうしようかなっていう感じですけど、やばいパーティーになりそうですよね。はい、ということで、はい、この通りダメージ見ていきましょうか。まずマリンですね、上と下、下の、勝ったマリンは2800万ダメージで、上のマリンが945万ダメージ。まあね、ちょっとバフの付き方のね、そのマリン自体の違いもあると思いますが、はい、とにかくで、ガレーレーはまあ若干でしたね。はい、実は寝てたんですよ途中で。はい、というのもあって1030万ダメージというところではありますが、とにかく
先ほどですねお見せした通り、クララもね1300万ダメージ星10ソタで出してますから、はい、まあ、クララでもずっしりのねバフつきますからね、はい、ということでダメージ量がやっぱりねもう全然上と下で違ってくるわけです。はい、合計で5300万が、勝利で、側で、負けた方は2900万ですからね、一番最初に見せたバトルと全然違いますよね。これがまさにねクララを、本領発揮する上で必須な育成法と戦い方ということになるかと思います。まあ、星10素体にした段階ですので、まあ、まだまだね、クララ自体も、火力はあるわけですから、ちょっとね、星15にした上で、術師パーティー組んでみたいなというのが、トラえもん、ちょっとこれはワクワクしますね。はい。ということで、もうクララさん、もう、こんな軽やかそうな、ビジュアルなのにめちゃくちゃ速度が遅いというね、それが最大の難点ではありましたが、それとくるみ割り人形がねたくさんとにかく召喚するという意味では上級神速と、上級魔法連撃、まあ上級じゃなくてもいいですよ、はい、とにかくそのスキル2つ、これはマストです。その他何が必要かっていうのはねまたちょっと検証はしていこうかなとは思っておりますが、とにかく、本日は星10素体で検証した結果というところでお伝えさせていただきました。で最後にですね、冒頭に申し上げましたキャンペーンのサムネイル流れますので、ご興味おありの方はぜひそちらご覧いただければと思います。ということで本日いかがでしたでしょうか。クララ、いやーこれはね結構癖があってトライモンは好きですよ。はい、なんかとにかく人権とかそういうキャラじゃないけど、ちゃんと使えば、工夫したパーティーをすればすごい強くなるというのがいいですよね。こういうキャラクターが出てくるのはトラえもんはとてもいいんじゃないかなと思います。まあ光闇じゃないのでね、無課金の方も手出しやすいと思いますので、はい、まあということでね本日は以上です。はい、それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。